本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。小竜祭です。本日は、ヘアキャン第6話を使用して、リアクションを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。では、いきます。3、2、1、5。あの頃は二人ともって、なんすかね。多分、あだ名、部長と葵だないい話だな、これ、私にとっては。うん。どんな、 あの頃っていいつぐらいあの試験直前だっけなあん時の話ありましたけど。おお。いやー、それあなたの。ははははは。どこの悪ガキだよ。お <laughs> 誰やと思った今明らかになる真実。何年越しだよ。ねえ、いつから一緒なのあ、違うのうん。あ中学からなのね。うん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 。 おーどんな感じなんだ接点なさそうですもんね。普通に過ごしてたら。どんなきっかけがあったら。おお、もう、スタンプ1個。どこ、これ。これ、どこうん。ああ、校外学習で。そりゃそうでしょうね。春でしょ出会ったばっかでしょ出会ってるかどうかも認識してない。えあ連発でボンボン。おー 南部の日祭りおお。あのデスクなんだ。うん。中年の夏までほとんど設定なかった。おお。あ、これか、日祭り。地元の中学生が参加してやるんだ。あ、そういう。うわーすーごいこの頃。うん。おうおお。あ、なるほどね。 学校の外のイベントでたまたま出会ったのがきっかけねえなぜでじゃすごいあそれで犬子があなるほどああいろいろ分かったないいなそれでなんで仲良くなったんだうん <laughs> まあ焼きついてるかどうかとすぐ思い出せるかどうかなかなかうんまあそうねそういえばって言ってるときにね 当たったっりするなあえこれ小学生の頃じゃん一回会ってるってことお<ー>おおい <laughs> あるやつだなうん。 1一回終わってんだね。なるほどね。それを中学の時に思い出したりしなかったんだろうか。ああはいはいはい。あれねやたら連続で当たる時もあるけど何年も当たんないこともあるしな。あれやっぱり調整してんだろうな。あの売り上がってる時はちょっと多めに当たるようにとかまあ。 じゃあにしすすぎないですけど多分やってますよね。まあしょうがないですよね。なくても別に文句言うようなもんじゃないんだけど。あ、でも最近買ってるやつないな。毎日のように買ってるやつ。まあ別にいいか。なるほど。こうやって1話に2回押すこともあんのか。結局場所にフィーチャーするよりは2人の本当に出会いの頃の話でね。まあでも気になっていたというか、つい最近8話か。確か。 見返したばっかりなんであの試験直前ねカリブ行く前の試験の直前にもうすぐ試験なんだからっていう話をしながらもあのスキレットと木皿の方にね夢中になってて部長が全然勉強する気にならないというくだりでいつもこうやって試験直前になってもあれやこれや始めて勉強しなきゃいけないのに全然家に帰れないみたいなことを回想する葵の話があって。 結構昔から一緒にいんだなというのは分かってましたし、じゃあいつから一緒なんだろうという疑問はあったんで、今回ね、いろいろその辺のことはっきりして面白かったな幼なじみかと思いきやそれほどでもないし、でも中学の時のね、あの仲良くなるきっかけ、あの頃までも、あれも実は初対面じゃなくて、小学生の頃に一回会ってると。 で、中学で、そうと気づいていたか分かりませんけど、再会して、で、合いかけがあって、それ以降、仲良くなるったみたいなんだけど、あれ、でも別にそんななぁ、やっぱりどっかで一度会ってるってことを思い出したんだろうか、みたいな感じの、今回の話でしたけど、でも、あのね、二人の初対面の頃、初対、か、開格後初対面の時の、あの、よそよそしい感じとか、なるほどねって感じだったし、あの後どうしたんですかね、やっぱいろんなやりたいことに、次から次に手出す、部長と、 それに付き合っていろいろやってる葵みたいな感じだったんだろうか。あのまあ一瞬、うんと思いながら、まあすぐに犬山だからかって納得してたあの犬子にも割と古い由来があったんですね。最初のあのあ 覚え間違えというか、あれから来てんだな。なるほど、なるほどね。そんな感じの今回のお話でしたか。で、海外の反応ですね。前回5話見終わって以降いろんなとこ見に行って、で、ございましたけど、まずリアクションの方ですけどね。あの、私が気にしてたタヌキね。さてタヌキ出てくるためにこれは迷うんだよなっていうね。翻訳家さん目線で考えると。タヌキで通じるかいや、それとも、 これまで、タヌキが全然人口に感謝していなかった時に選んでいた、あの、ラクーンドッグという言い方を今回も選択するかみたいなね、悩みが毎回あるのかどうかわかりませんけど、前回のタヌキの字幕ですね。まあ、細かいことですけど、ラクーンドッグが選択されてましたね。なるほど、そっちでいきますかという感じだったのと、あと、リアクションをやられてるチャンネルさんは今のところ2つしか私存じ上げないんですけど、まあ、相変わらず、ランダムランボープロダクションさんね、 さすががだなという2人がありましたけど前回のあの話って私もおぼろげな記憶しかなかったんでこの話だっけっていうカチカチ山ってどこがどう親切になってんのかなみたいにね後で調べようぐらいに思ったんですけどさすがあの2人ぐらいになるとこれ2つの話混ざってるよなっていうねことを 途中でさせられててあとアゼルバンさんがねあのめでたしめでたしのところでめでたしってあの締めくくりの言葉ご存じだったりとかあと字幕でもラクーンドッグとしか出てないのにお二人ともタヌキタヌキおっしゃっててさすがだなとあとこれは前にも感じたんですけどドラえもんに出てきたあのかわいそうな像の話が広く知られていたりとかやっぱ東南アジアでは子供向けコンテンツが相当日本製のものが浸透してるというか知られてるのか分かんないですけど。 よくなんか当たり前の知識のようにいろいろ引用とか例えに使われてるのを目にしますね。まあ今かららら作るぐらいだったら あるものを輸入した方が早いってことありますからね。子供に読み聞かせるとかいう話だったら、まあそっちの方がそんなにローカルというか、地域色強い固有の要素もそんな出てこないでしょうし、あとまあ日本の昔話で侍とか出てくると、子供向けいいですかわかるんないですけど。まあそんな感じなんで、あの辺の地域だとね、子供向けのああいう逸話とかアニメとかがかなり広く日本製のものが広まってるみたいな感じがあって、その、その影響なのか、 さすがあの二人は、そんな日本の昔話にまで詳しいと。あの三つ星カラーで出てきたね、かわいそうな像のくだりでびっくりしましたけど、ドラえもんで読んだんだってね、途中で思い出されててね、ほとんどその辺の知識日本人と変わんないんじゃないかっていう感じでしたけど、まあ、そんなことがありまして、なかなか造形の深い方々だなと、改めて認識を深めましたというくだりが、まずリアクションではございましたね。で、ディスカッションの方ですね。うん、そうね、あの、あのくだりですよ。 カカチカチ山ですよ。いや私も前回見終わった時にその瞬間にはあそんなだっけと思ってで改めてウィキペディアさんで調べてみたらうわなんかおぼろげんに記憶していたのの10倍ぐらいえげつない話だなというね改めて驚き直すっていうことがあったんですけどでその時にも私も申し上げましたけどこれこれ下手に興味持たれた海外の方がオリジナルのカチカチ山 の話調べられたりしたら、ちょっと相当ショックな話なんじゃないかなと心配していたんですけど、まあでもね、あのぐらいアニメ好きでいろいろと、特にゆるキャンとかいうね、大人気シリーズの中に出てきた話なんで、まあそれは調べちゃいますよねっていう感じでね、まあやっぱりいろいろご覧になってる方がいらっしゃいまして、で、いや、本当のカチカチはまあこんなんだってつってね、すでに貼られてる人がいました。あれをね、あの、まあ すごく有名な話だし、誰でも1回は聞いてる、日本人全員一回は聞いたことなんじゃないっていうね、どのぐらい覚えてるかはともかくぐらいの有名な話なんで、いろんなコンテンツになってるんですよね。YouTube で動画にもなってるし、いろんなところで紹介もされてるし、あと、まあ、私が調べたみたいにウィキペディアでも載ってますしね、みたいなちょっと恐ろしいくだりもあったんですけど、まあ、それ以外の話題だと、えー、タートルなデシコが、 必要ととしていたことを今日まで知らなかったったていうねまあ、可愛かったのは間違いないですよね。だから、あの可愛らしい動物家と、可愛らしい絵柄と、まあ、お話自体も可愛らしいんだけど、あの可愛らしさからのギャップで、実際のオリジナルのカチカチ山調べた時のショックがね、さらに大きくなるっていうね。で、私が気にしていたあのカチカチですけど、 カチカチ一応途中で解説ありましたけどそれがカチカチ山の由来だみたいなありましたけどそのカチカチとそれがオノマトピアのカチカチと勝利を意味するカチと字幕でどう整合つけるのかなと思ったらスナッピースナッピースナッピリースナップっていう字幕になってましたねこれで海外の人にはオノマトペのカチカチと勝利を意味するカチと だいいいたた重ななった意味に解釈されるととううことなんでしょうか私の感覚でよくわかんないですけどまあ特にその辺に関しておかしいとは言われてなかったんでまあこれがカチカチとカチの両方を連想させる言葉になってんのかなっていう感じでしたね推測するしかないですけどねでその見事だなあこういうのだいぶ日本語の知識あるあの新説カチカチ山に出てきた3人のね名前を本人の名前とかけて考えてる人がいてなでしかめ青いさぎあと 焼うん、なかなかだなこういう言葉遊びねスッと出てくるところがさすがだなとにかくあのくだりは本当にみんな可愛い可愛いってましたねリアクションでもディスカッションでもそうですけどどうやったらあんなモエレベルが可能なんだっていうねコメントがありましたあとあのカメとウサギの話は日本のオリジナルのものなのかあの女の子たちすごく可愛いい今回出てきた一度きりのキャラクターが大好きっていうコメントがあってでいやいろんな昔話 を使っててるえギリシャ神話から来てんのこれ一個ウサギとカメかウサギとカメってあでもこれあれですよねウサギとカメのパラドックスが古代ギリシャの哲学からきてんですよねえこれもしかして同じ話ウサギとカメのパラドックスとウサギとカメの競争の話ってまあ、やってること一緒だし一緒の話なの思考実験として使われるときと昔話として使われるときの現れ方の違いだっけっていうかそれ常識もしかして私が知らないだけわお、wow. で、そのコメントの続きで、これはそのたくさんあるバリエーションの中の一つに過ぎないっていうね。うん。まあそうなんですよ。で、それに続いて、まあこれに関してはいろいろと解説されている方がいて、いろんな話を組み合わせてるとか、新しい一つの話を作り出しているとかいう解説と、あと、この <laughs>、早いなこれ誰だ書いたの。その前回、ヘアキャン第5話でカチカチ山に言及されたことに関して、もう英語版のカチカチ山の記事に、 載ってんすよねアニメ「ヘアキャン」で触れられたっていう。早いっすね、一瞬っすよ。日本の昔話のカチカチ山の物語が日本のアニメ「ヘアキャン」に引用されたことが早速記事化されてるっていうね。記事の一部になってるっていうね。で、これ書かれた人も早いっすけど、これに気づかれた人も早いっすね。書かれてすぐ見に行ったんですね、多分ん。んで、そのカチカチ山のことに関して、やっぱりこれが彼女らが言っていたのと全然違う、本当のカチカチ山だっていうね。うーん。 これに関してはみんな一応に腰抜かしてますね。えぐい。おばあさんのスープ。この物語の偶話は、もしあなたが誰かを殺害したら、ボンド映画の悪役みたいに、誰かに後を任せて部屋を去らないことだ。自分で相手が死んだことをちゃんと確認して、完了させないといけないっていうね。仕事を終わらせないといけないっていうね。いうコメントとか、何もかも残酷すぎる。これが子供に聞かせる話か。昔話にはよくあるやつだけどね。これ全然予想してたのと違う。 ハッピー,トリーフ・ト <laughs> トリーフレンズを思い出した。ああ、じゃあ彼らは二つの物語を混ぜ合わせたんだね。だからあの二人の女の子はこっちを見てたんだ。っていうね。そうなんですよね。なんで見てんだろうってう感じなんですけど、あれは。 やっぱり私たちの知ってるカチカチ山と違うみたいな、あまりにもほのぼのとして牧歌的だということでご覧になったんでしょう。っていうね、やっぱりあれ衝撃ですよね。私、聞いたことある人間が改めて調べ直しても、このタヌキ頭おかしいよってね、びっくりしたぐらいなんで、これは相当リプライがついててザわザわしてました。みたいなね。 なんか元祖カチカチ山と本家カチカチ山みたいですけど「新設カチカチ山」をアニメで見た後興味持って調べてみて元祖カチカチ山を読んでそっとしそうになるっていう人がね続出してましたけど、まあ、それ以外だとやっぱり毎回いますけどね実際現地に行かれた方自分が泊まった旅館が写ってるっていうねで他にも現地に行かれたけど別の校庭をたどられた方とか別の旅館に泊まられて料金ね高いですね湖南荘奥さん切れてたんですか でも、じきに100%それに値すると同意した。あ、富士山見えるからね。バルコニーから。10点満点。だそうです。あと、他にも、日本探検した時のことを懐かしがられてる方いらっしゃいますね。博士課程が終了したら、また戻るのが待ちきれない。へえ、やっぱ多いっすね。日本旅行されてる、経験されてる方。毎回いらっしゃいますもんね、どっかしら。<laughs> 富士山センターもそうでしたけど。あの、大石公園ですらね。 行ったことある方いらっしゃって、石なくなってんのが悲しかったっていうね、話、前回だったか、以前も紹介しましたけど、みたいなね、実際に行かれた方のいろんなエントリーがあって、大変興味深く拝見いたしました。あと、残り7話だけど、スタンプはあと9個必要。ね、この辺のね、スタンプどうすんのかみたいなことに気づかれてる人は結構いらっしゃいましたね。で、これでね、今回のあの、スナピティスナップを引用されて、変身されてる方と全部カチカチすんだよみたいなね。 全然何の説明にもななっってないっていいうねあとスタンプ関係であのスタンプって実在のもんなのっていう私も疑問に思ってましたけどねで <laughs> それをめんどくさがって調べないっていうねそのうち誰かコメントするんだろうみたいな <laughs> ほんとね自分の国のことなのにね自分で調べないっていうねなんですけどやっぱり質問されてる方がいてあのスタンプって実在なのって聞かれてる方がいたんですけどうんあの富士ステーションのやつ1個持ってるっていうね方がいらっしゃったんではあなるほど やっぱ実際のもんなのねっていうね。いうことが分かりまして、大変スッキリしました。ありがとうございましたっていうね、感じでございます。みたいな反応が前回、第5話でございましたね。なるほどね。まあいろいろ面白かったですけど、そもそも日本の昔話に題材を取った分かりにくいエピソードだったはずなのに、まあ詳しい人と調べられる人といって、まあやっぱり本当のカチカチ山には一応に衝撃を受けられると。あと実際に行かれた方とスタンプ関係のね、 で、まあ、スタンプの件では、いろいろと謎もあったんですけど、あれどうするんだろう、残りっていうね、残りのエピソードと残りのスタンプ、必要なスタンプの数、合わないけどどうなるんだろうな、みたいな疑問は前々からあったんですけど、まあ、それが今回で多分こうなるんだろうなというね、ヒントがありましたね。1話でポンポンしていくんですね。ただ、スタンプそのものに関しては、 所有されてる方がいらっしゃるんでまあ本物なんでしょうけどあれはああやって押してくんですかねこれ何の名所か分かんないですけどだだっ広い橋が見える広いカーベりの場所にポツンと一個だけ <laughs> 机が置いてあるんですけどこれこんな風に置いてあるもんなの分かんないですけどまあその辺のことは今回で色々明らかになったんですがさて今回ですけどね今回はね私も特にそうですけどこの二人の昔の話に関して興味ある方は良かったでしょうね 私もいろいろといろんなことが分かって嬉しかったです。あと久々に登場した葵の妹ね、そっくりな。で、どこの悪ガキがこんな音したんだと思ったら、それが部長っていうね、千秋ね。ちなみに今回のあらすじで、あれこんなだっけと思ったんですけど、ヘアキャン第6話の。あれでアニメストアだと、まあ、この作品の場合は、本当に一言だけなんですけどね、千秋と葵が知り合ったきっかけとは。の千秋の字ってこういう字なんだっていうね、今まで音でしか知らなかったわ。字で読んだの、初めて。それとも、 以前にもあるけど認識してなかった。わかんないですけどね。ああいう字書くんですね。線の明るさと書いて。のとかこの辺は一期でも一度しか出てこなかったのに割と反応大きかった。葵いの妹。とまだ始まって間も思わないのに早速一行されるスタンプというところであこれはなるほどと。あとこの何でしょうね。火祭り。まぁ、あ、こんなのあるんだろうなーって感じではあるけど危なくないのかみたいなねことは言われてそうですね。でもこの2人ずっと小学生の頃から ほぼ地元を一緒なんすね。同じ地域に住んではいたんすね。それまでそんなに親しくならなかっただけで。ずーっと同じとこ住んでて。で、子供の頃に一瞬だけ会ってるけど、中学でちゃんと知り合って、で、仲良くなると。で、このラッキードリンクショップってしょっちゅう出てきますよね。これも実在もしかして。でも似たのありますよね。なんか、やたら安いのだけ売ってる自販機ってありますよね。その類のやつかなほんで、今回で2つ押されたスタンプと。 いう感じですねまあいろいろとかわいい話でもありましたし2人のことねキャラクター同士のこともいろいろ分かりましたしシリーズの進行に関してヒントもあるというねいろんなことがわかる回でもありましたんでまあその辺が反応あるところなんじゃないかなという感じでございますね今回のその辺のも次回来るまでの間にまたいろいろと見に行ってでまた何か 見つけたものがございましたらお話しようかなと思っているところでございます。そんなとこですかね、今回は。そんな感じでヘアキャン第6話を見ていきました。お付き合いいただいた皆さんありがとうございました。また次回でお会いしたいと思います。それではまた。